ポスト米英時代、日本の政策を決定しているのは、閣僚でも次官でも二席の地でもなく米英仏井バビロンである。小沢級のタフネゴシエーターが必要なのである。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月14日23時間3分7秒、日本の政策を決定しているのは、閣僚でも次官でも二席の地でもなく米英仏井バビロンである。小沢級のタフネゴシエーターが必要なのである。自公のバカ議員は、ただの御用聞きで、いてもいなくても同じで、いない方がマシな連中である。バカ官僚も、企画昇格能力はあるな、クソジジイの言いなりで、連中の指示に沿って作文を書く、ただの作業者である。二席のうちも各界に散らばっているな、昔の部長みたいに、ただの伝達係で、三バカトリオは無意味な存在である。日本に必要なのは、次官でも大臣でも経営者でもいいな、クソジジイに、それ違くねと、しれっと言える仕事人であり、正解で言えば小沢だけであり、あとは人山いくらの雑魚である。ポスト小沢が育つのは、もうしばらく時間が必要で、それまでは、中路の外圧をアウトソーシングして、クソジジイの日本潰しの政策をねじ曲げて、正常化させる以外に方法はないのである。放射能垂れ流ししかり、消費増税しかり、TPP しかり、自然災害偽装テロしかりで、事故が多数取るとか取らないとか、不正選挙をやるとかやらないとか、阻止するに越したことはないが、それよりも大事なのは、裏で連中をやり込めることが大事で、そうすれば表の政策も、おのずと正常化してくるのであり、表の選挙は、今や AKB 総選挙並みのくだらなさである。たかが選挙されど選挙で、本当の開票結果は闇に葬られるにしても、連中にデタラメの選挙結果を作ることを、躊躇させるためにも、連中宛てに民意を示すべきだな。それと並行して、裏交渉の達人を養成していくことが大事である。それには、一時期の野球ファンみたいに、日本の巨人3位のプロ野球にそっぽを向けて、ガチンコのメジャーリーグに目を向けたように、我々がイーブリックスの快進撃を知り、理解を示して、その中で日本はどうあるべきかということを、常に考える癖をつけることである。雑魚の演技にいちいちバラを立てるのを卒業して、脚本家の台本に赤を入れるには、どうしたらいいかという考え方をすることである。ポスト米英時代、西日本豪雨、北海道特急で出火、ネシアで観光船転覆、イラク各地で爆発、サウジ王女逮捕、米英仏井バビロンが発表である。投稿者ポスト米英時代日時2013年7月15日16時間0分49秒、西日本豪雨、北海道特急で出火、ネシアで観光船転覆、イラク各地で爆発、サウジ王女逮捕、米英仏井バビロンが発表である。ロシアと中国の艦隊は、日本海から北海道方面に移動したようだが、もちろん日本を侵略するためではなく、クソジジイが311をもう一度起こそうとするのを、ブロックするためである。ニセユダヤ傘下のニセキムチマスコミは、当然正反対のスタンスで報道するが、日本は米軍に守られているのではなく、明治以来連中にずっと侵略され続け、中路に対する盾に利用され続けているだけで、両国はただのお隣さんで、米軍は居座り強盗の手先で、味方でも何でもないのである。連中は、311をもう一度起こすには、今度は前回以上の大地震を起こさないと、地震に比べて津波が大きすぎじゃね、海底で核爆発してるんじゃね、だからイルカやクジラが座礁するんじゃねと、半分バレているから、どうしても大津波に見合う大地震を起こしたくて、電子レンジ兵器のパワーを最大にしたら、猛暑になってバレちゃったというところである。このまま米国みたいに、気温50度にすることも連中には可能だが、これ以上プラズマ兵器を使うと、ハープかどうかは別として、また原理はよくわからないが、連中が気象いじってなくねと、バカでもガキでも疑ってかかってくるから、大地震はとりあえず延期にして、集中豪雨で日本攻撃をしようと切り替えたわけで、同じプラズマ兵器でも、暖房と冷房と除湿を切り替えるみたいに、大地震モードから豪雨モードに切り替えたわけだな。太陽光の調節と地球の回転と、空気の流れを頭に入れて、ピンポイントで温めたり冷やしたりすれば、光の屈折のように、台風もコントロールするのは簡単で、もはやとんでも話でも何でもないのである。しかし連中は、いつもどこかで抜けているな。プラズマ兵器の使いすぎというのは、飲みすぎ食べすぎ仕事のしすぎや、エッチのしすぎと同じで、必ずどこかに歪みが出てしまうな。猛暑や豪雨を、通勤自転車のペダルの上ではなく、涼しいドトールの喫煙席から見ると、太陽光発電と地熱発電と、水力発電で全て必要な電力が賄えてしまうということを、実証しているようなもので、原油も原発も不要であることを、自分からネタバラシしてしまっているわけで、相変わらずバカな連中である。連中の借金取りとの競争は、競馬で言えば第4コーナーで、競輪で言えばラスト1周で、世界中の対米債権国が、総額2兆円を耳を揃えて返せと、カール・ルイスみたいなスピードで追いかけてきているから、連中も以前みたいに葉巻をくゆらせながら、丸だくみを考えることができず、ラブホを点々としながら指令を出しているから、だんだん気象詐欺もテロ詐欺もしょぼくなってきて、次に予約を入れたラブホも、中路が艦隊を組んで包囲しているみたいで、急遽連れ込み旅館に作戦本部を移すありさまだから、丸だくみもさらにしょぼくなってきているわけである。そのくせ連中は、一点集中というのが嫌いで、相場が敵に食い散らかすのが好きだから、あれもそれもこれも全部、クソジジイの仕業だろうと、ヒルアンドン君にまで思われ始めて、やることなすことうまくいかなくなってきたわけだな。多重債務者の最後の悪あがきというのは、いつもそんなものである。サウジ王女の逮捕など、いかにもという感じで、借金取りから逃走中に着手すべきような案件ではないが、アラブ諸国がムスリム同胞団会だを追い出したエジプトを、サウジが歓迎したのが許せなくて、サウジを、お前もか、というノリでやってしまったわけであるな。
同じくパシリのカタールも総崩れで、超ムカつくという、女子高生的感情を抑えられないところが、悪党の親玉失格である。